ハナリスエンターテインメントです。江田咲子と申します。前田由里子です。はい、今回の作品はですね、内見全国版ということで、内見という作品はですね、うちの主催の富坂と、まあ、僕もそうなんですけど、の出身高校の千葉県立の工大高校というところで実際に行われている内容限定会議という文化祭の発表内容を生徒同士で審議する会議を、元にした作品です。これは2006年、2012年、2013年という3、再演されてまして、今回は全国版ということで京都、東京の2都市で、完全版として、アガリステエンターテインメント最後の内見と巡ってやった、まあ、自信作です、はい、コレッジでもね、そうですね、一番良かった時で2位 で、はい、2位でしたね、はい、ちょさっきのにちょっと被せる感じになっちゃいましたね。これがですね、新宿フェスっていう本来プロレス会場とかで使われてる、まあ、すごい広いところでやってるので、多分おそらく小劇場演技であんまりやってない公演の形式でやっている、ね、そうですね、青春群像会議コメディという、はい、終了です。